井野停留場は、高知県阿川郡井野町にある都佐伝交通井野線の路面電車停留場。井野線の終点である。井野停留場は1907年、井野線の枝川井野間の開通に合わせて開設された。枝川から高知市方面については、校内停留場までの区間がこの時、開通していなかったが、翌年に通じたことで、井野線は全通を達成している。 井の町は、土沢市の生産が盛んな町であり、電車の開業以降、町で生産された紙が、井の線を利用して、高知港へと運ばれていた。東庭流場から桟橋までは、貨物列車が運行され、製品や原材料の輸送が行われていたが、これは、昭和20年頃に廃止されている。改築前の町合室と乗り場。左に分岐する、留置線も見える。 停留場内は、伏線で、乗り場も、東西方向に伸びる伏線の軌道を挟み込むように2面、設けられている。軌道は、奥で合流し単線になっているため、これを折り返しに利用して、東停留場では乗車と降車の番線を分けることも、可能だが、実際は、北側の一線のみが上行に使用される。南側の一線は通常使用されず、 停留場に侵入するポイントも北側に固定されている。また奥の単線部分にも通常電車が侵入することはなく、その空間は停留場隣の店舗の駐車場代わりに使用される。北側の軌道に面した乗り場は乗車用に使われ、校舎はその反対、南側の道路上で扱う。乗車用の乗り場にはホームが備え付けられているが、南側は、 道路上に白線で安全地帯が示されるのみ。北側にある待合室は木造古民家を模した平屋で、中にはトイレトイの町の広報などが置かれるギャラリーが設置されている。かつては2階建ての駅舎があり、井の営業所が入居し、乗車券類の販売も行っていた。停留場は1999年に無人化、駅舎も2008年に建て替えられた。 このほか、針間や橋方面に向かって、左方の少し奥まった場所には、井の車庫が設置されていた。車庫は1907年の停留場開業と同時に、新設4本の留置線を備えていた。1999年に東停留所での夜間、大白が廃止されたことにより車庫はその役目を終え、留置線を1本残して、パークライド用の駐車場に転用。 留置船はその後も損置されているが、本船との間のポイントは撤去、舗装され完全に分離されている。なお、車庫には台車を7型に転用した、Q300K321 号の廃車体が長らく置かれていたが、車庫廃止とともに解体された。西方には、井野町の中心街。停留場から約700メートル。 徒歩10分ほどの距離には、井の町氏の博物館があり、その先には杉本神社が鎮座する。ありがとうございます。